中段は3番の戸田がキープして、一旦7番手まで車を避けた9番の横山です。5番の藤井が自分のペースに持ち込むか、まだゆっくりとしたペース。4コーナーからホームストレッチ、まもなく残り1周。5番の藤井がペースを上げていく。2番手は2番の三谷、3番手には8番の川木、その後ろ4番田中がいて、5番手に3番戸田。さあまくっていくのは9番の横山、バックストレッチ。9番の横山がまくっていこうというところですが、先にまくった3番戸田、3番戸田の後ろから9番の横山仕掛けていきますが、さあ車少し外に浮いているか、少し苦しいか。4コーナーから直線、藤井先頭、2番手から2番の三谷が突っ込んでくる。2番の三谷が最後は抜け出したか、ゴールイン。しかし外から8番の川木などもやってきていました。